摂政時代は、イギリスにおいて、ジョージ3世が、統治不能に陥り、息子の王大使ジョージが、摂政王大使として統治した時期を指す。ジョージ3世が1820年に死去すると、摂政王大使はジョージ4世として即位した。摂政時代は正式な摂政時期である1811年から1820年までの、他、 より広く、ジョージ3世の知性の後半である1795年から、ウィリアム4世が死去する1837年を指すこともある。その場合にはジョージ4世とウィリアム4世の知性も、摂政時代に含まれる。摂政時代には、イギリスの建築、文学、ファッション、政治、文化で特徴的なトレンドが見られた。 摂政時代は1837年にウィリアム4世が死去、ビクトリア女王が即位したことで終結した。摂政時代はその美術と建築の優雅さ、及び領領域における業績で知られている。この時代は、社会、政治、経済における大変革の時期であり、ナポレオン・ボナパルトなどとの戦争は、本国とヨーロッパ諸国の経済と政治に影響を与えた。 ナポレオン戦争に伴う殺戮があったが、同時に文化的に大きく進歩した上品な時代とされ、イギリス全体の社会構造を変えた。摂政王大使自身も美術と建築のパトロンであった。小規模な文化的ルネサンスの中、イギリスの上流社会は開花した。摂政王大使は美術における偉大なパトロンの一人として、美麗で異国風なブライトンパビリオンの建造と改装に、 莫大な資金を投じた。建築では飾り立てたカールトンハウスなど多くの建物の建造に投資した。摂政を対し、後に国王の派手好きで王室経費は使い果たされ、やがて国庫からも金銭を出す羽目となった。この時期のイングランドの美しさとファッションとは裏腹に、イギリスの社会は高度に階級化されたものになり、社会の安部となっていた。 ロンドンのより裕でない、薄汚い地域では盗み、常時、ギャンブル、集団繁殖地の存在、叫びたりの人々などが横行した。人口も大幅に上昇し、1801年時点で100万に、ちょうど満たなかった人口が1820年には125万ほどになっていた。この人口像は混乱でありながら、流動的な活気のみなぎる情勢を作り出した。 ロバート・サウジーによると、社会階層の差は凄まじいものだった。摂政時代の社会の魅力、花々しさとその裏にある癒しさ、汚さは明確な対象となった。貧困への対策は、ほんのわずかしかなかった。ジョージ3世紀の引退後の摂政時代において、より経験で保守的な社会は終わり、より軽薄な、見えっぱりな社会にとって変わられた。この変遷は、 摂政王太子自身による影響であり、彼は政治と軍事から完全に隔離された。しかし、王太子の活力がポジティブな方向性になることはなく、その吐け口はただ強弱と、父への反抗に向けられた。これらの変遷を推進したのは金や青年期の反抗心だけでなく、技術の進歩もあった。1814年、タイムズ紙が、 蒸気式の印刷機を採用した結果、1時間ごとに200部も印刷できなかったのが5倍以上の1100部まで上がり、生産能力と需要が大幅に上昇した。蒸気式の印刷機を採用したことで、出版社は当時大人気な社交界小説で金持ちや貴族の物語、噂話、見せびらかし話などを広めることができた。時にはそれらの物語の主人公をほのめかした。 社会階層の大きな裂け目により、下流の市民は、上流社会を現実に存在するが、手の届かない存在として認識しつつ、奇妙で空想的なフィクションとみなした。下記は、摂政時代と関連する場所の一覧である。ボンド街の変化、ジェームズ・ギルレイ作、1795年。初代ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリー、トーマス・ローレンス作、1814年。 夏季は、摂政時代において重要と思われる、ウィキペディアにおいて単独記事のある人物の一覧である。ジェーン・オースティン、姉のカサンドラが鉛筆と水彩で描いた、肖像画、1810年作。ありがとうございます。